アール・オブ・サンドウィッチ・アール・オブ・サンドウィッチ・アール・オブ・サンドウィッチは、サンドウィッチを販売する、ファストフードチェーン店。R ール・オブ・サンドウィッチ表記もある。カジノに入り浸ってサンドイッチばかり食べていると、マスコミから、誹謗中傷された第四代サンドウィッチ伯爵、ジョン・モンタギューの直系の子孫である、第十一代サンドウィッチ伯爵、ジョン・モンタギューと、その次男オーランド・モンタギューと、 プラネットハリウッドの創業者である実業家、ロバート・アールによって創業された。2004年3月19日に、アメリカ合衆国フロリダ州オーランドのウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート内にあるショッピングモールのダウンタウン・ディズニーで1号店がオープンした。その後、シュガーランドに最初のフランチャイズ店を持ち、ノーラン・ライアンやロジャー・クレメンスを含む投資グループによって所有されている。 プラネットハリウッドリゾートカジノにも出店した。2015年現在、アメリカ全土に27のチェーン店が存在する。2011年にはロンドンで出店したが、2014年に英国唯一の支店だった、この店を閉店。2015年にブルーオウターショッピングセンターに出店し、英国での業務を再開した。ディズニービレッジにも出店している。 ありがとうございます。